あ、どうも、皆さん、こんばんは。ちょっといろいろね、酒をね、飲んでまして、あれなんですけども。今回、酒好きな新潟人の飲酒動画、なんですが、まあ、関係ないんですが、先ほど、動画を、四つ目の方にね、動画アップしてる最中に、気づいたんですけど、やけになんか、動画が、重くなってませんかね。俺だけでしょ。俺だけだったらいいんですが、なんかやけにね、再生するとき、動画をね、再生するときになんかやけにね、なんか、こう固まって、こう、読み込みみたいなのがすごい長いなぁと思ってるんですけど。なんでしょうか。前はなかったんだけどね。ちょっと、まあ、何なんですかね。ちょっとわかりません。もし皆さんの方でもね、なってるんでしたら、動画の容量とかを、俺録画してそのままエンコードとか何もせずに、四つ目にアップしてるんですが、もしそういうなんか不具合とかあるんでしたら、動画自体の多分容量が重いのかなっていう感じもしてきたんで、まあそういうのであればね、まあぜひね、コメントで、教えていただけるとありがたいです。まあ、そうなればなったで、動画エンコードして、容量減らした状態、まあ、画質低くなるとは思いますけど、まあ、基本的にこの動画に関してはもう、画質低くても大して問題ないですからね。まあ、それでね、エンコードしてアップしたいと思ってます。が、まあ、コメントいただければ幸いです。そして今回は、飲むのはですね、これはなんだこれ。だいぶ前に買って、記憶からもう抹消されてたんですけど、リモンチェロっていうね、レモンのお酒です。アルコール度数がなんと30度。これ30度もあんのかこれ。リモンチェロ。アルコール度数30度。で、香料と紅花色素が含有となってます。原産国がイタリア。輸入者がコルドンベール株式会社。となってます。容量が 500ml。これあれですね。ネットの確か山屋かなんかで買ったとは思うんですけど。まあ、なんかやけにね、これね、ここが長い。この部分が長いんですけど。で、まあ、すっかり忘れてたんで飲むかと。まあ、まだ、いくつかね、忘れられたやつがね、山屋で買って飲んでないのが、多数あるんですか。お。なんかね、まあ、それを飲んでいきましょう。このリモンチェロというのが、原材料に限って言うと何も書いてないというか、香料と紅花色素としか書いてないので、何なのっていう話なんですけど、さっぱりわかりません。で、俺ググったところによるとですね、このリモンチェロというのは、ただ単に、ウォッカのレモンの親戚種という。まあ、レモンを輪切りとかにして、で、あとただ単にウォッカでこう漬けたようなお酒。というらしい。です。それでは飲んでいきたいと思います。乾杯。すごい、レモンの香りが、すごいですね。しかも果実酒に、果実酒のくせにやけに度数が高いって。30度か。結構高いね。ウイスキーとかなんならまあわからんでもないけど。
果実酒で30度あるっていうのは、まあ、梅酒だったら、梅酒って15度ぐらいですからね。梅酒の2倍あるんですよ。度数。いただきます。うわ！うわ！なんじゃこりゃ。むちゃくちゃ甘い。すっげえ甘い。初めてなんだこれ。リモンチェロ。レモンチェロではなくリモンチェロというのが、で合ってるらしいですね。うん。あんま。あ、確かググったところによると、多分、まあ、甘いっていうのは、まあ、砂糖も入れてると。まあ、梅酒なんかも砂糖も入れてますよね。あれと同じような感じで、砂糖プラス、ウォッカとかで、漬けてるらしい。です。うん。すげえ甘い。で、レモンのね、酸味が全くない。リモンチェロでググるか。リモンチェロらしいですね。リモンチェロ。ウィキペディアによると、リモンチェロという、ちっちゃいつがつくらしい。でもこれはリモンチェロって書いてありますから。まあ商品名はリモンチェロなんでしょうね。リモンチェロとは、イタリアを起源とするレモンを用いたリキュール。伝統的なレモンリキュールの一つとして、ジャンルを築いており、家庭などで作られる以外にも複数の酒造メーカーが製造している。なお、リモンチーノなどとも呼ばれる。うん。主原料がアルコールと砂糖とレモンの皮らしい。ね。あ、これ基本的にあれなんか、あれなんか、レモンの果実ではなくレモンの皮みたいですね。概要が、カンパーニア州のナポリ湾周辺の、なんか、なんとか間とか、半島とかで、一帯が産地として有名。糖度の高い果実酒。レモンの果皮をアルコール度数の高い蒸留酒に一定期間、浸積した後取り出し、砂糖水を加えて1週間から1ヶ月ほど置く製法が一般的で。なるほどね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はぁ、あ。リモンチェロの材料。レモンの果皮と、ウォッカなどのホワイトスピリッツ、かっこ無色透明な蒸留酒。水と、グラニュー糖などの砂糖類となってます。なお、この時使用するレモンは、無農薬栽培かつ、ポストハーベスト農薬、かっこ防カビ剤などが使われていないものを使用するのが望ましい。はあ、まあ、果皮ですからね。基本的に売られているレモンとかっていうのは、農薬とかも使われてますから、果皮をこれ浸積する酒ですから、やっぱり、そういう意味で、まあ、農薬などが使われてないものを使用するのが望ましいっていうのはそういうことなんでしょうね。またこの時使用する蒸留酒は無色透明でなお、なるべくアルコール度数が高く、エタノールと水だけの混合物に近いことが望ましい。まあ、いわゆる、あれですか。アルコール度数 96% ぐらいの、なんだっけ、忘れた。場合によっては、アルコール度数95度以上のホワイトスピリットを使うべきだとされているところもある。したがって、工場などのリモンチェロを、製造する場合は、しばしば、中性スピリッツが、使われ、家庭でのリモンチェロの製作には、しばしばスピリタスが用いられる。あ、これですね。スピリタスですね。うわ、とんでもない甘いぞ、これ。これ、ストレートで飲むもんじゃないぞ、これ。恐ろしく甘い。甘いとかの次元じゃない、これ砂糖水だぞ、これ。
砂糖の、砂糖だろ、これ。ほとんど砂糖だろ、これ。甘っ。うわ、これはあかん。これまともに飲める白物じゃない。これはあかん。これはあかんわ。ストレートに飲もうなどという、ことは、難しい。これはいわゆるあれですね。ものすごく甘いので、なんだ。マリブとか、ああいったものをストレートに飲むっていうぐらいのレベルです。これはあかん。ちょっと炭酸水で割るわ。甘すぎ。割ろた。かぁ。甘い。冗談抜きで甘い。自家製レモンチュッロの、リモンチュッロの作り方。レモンが、材料がレモン3、4個。スピリタスが 500ml。ミネラルウォーター1リットル。きび砂糖が 600g。作り方が、レモンの皮を塩でこすり、よく洗ってから水気を拭き、薄くすりおろす。白い部分が、は苦味が出るので、なるべく入らないようにしましょう。保存瓶にスピリタスとレモンの皮を入れて、日向に1週間置いておく。1週間後、お鍋でミネラルウォーターを沸騰させ、そこにきび砂糖を加えてしっかり溶かし、シロップを作る。シロップを完全に冷ましたら、保存瓶にスピリタスのレモンを入れて1週間放置しといたやつを、こして皮を取り除き、シロップと混ぜ合わせて、そこに、鍋と、ミネラルウォーター沸騰させたやつ、鍋の沸騰させたやつを加えて1週間常温で保存したら瓶に詰め替える。冷凍庫で保管しましょう。まあ、度数が30度あるんで、冷凍庫で保管しても問題ないということです。うわ、甘っ。常識じゃない、これ甘さ。これはひどい。ね、酸味が全くない。で、これは、さっきも言った通り、果皮を、レモンの果皮を使うってことで、ジンに近いのかな？ジンも結局、あれは、あれですよね。蒸留酒と、なんかレモンとかの柑橘系の果皮。皮を使うやつですからね。うわぁ、甘っ。常識じゃないほど甘い。うん。ああ、甘いな。甘いな、これ。あ、これ基本的になんかで、ね、割るんでしょうけどね。俺は未だにこの、あれですね。未だにこの、これを使ったリキュールっていうか、カクテルっていうのは作ったことがないんで、わかんないです。そもそもこのリモンチェッロってなんていうのは聞いたこともないんで、皆さん知ってましたかね、これね。まあ、なんで買ったかっていうと、これですね。実は言うと、タモリクラブっていう昔の、まあ今やってるか知りませんけども、テレビ番組かなんかの、確かテレビ番組だと思いますが、そこに紹介されて、なんだ、ホッピーで割って飲むとうまいらしい。ということで、ネタとして買ったんですよ。昔、俺が、昔っていうほど昔でもないと思いますけど、ホッピーでいろいろ割ってみたみたいな動画、上げたと思いますけど、それで、それの延長で、うん。
あのね、ホッピーで今度割ろうかなと思って。割って飲んだら非常にうまいらしい。です。まあ、うまいらしいって言っても、大体の味はもう分かりきってますね。うん。酸味がないレモン。ものすごく甘いレモンをホッピーで割ったら、まあ大体、ああまあ、まあそれなりに美味しいだろうな、みたいな感じではあるというかね。うん。そんな感じではありますけども。うん。まあでもかなり香りが強い。まあレモンの香りが非常に、まあ香料とか使われてるって書いてあるから、うん。まああれなんですけどね。まあ果皮ですから結構やっぱ香りが、うん。レモンの香りがね、非常に強いんですけど。うん。これはもう、どうしようかな。焼酎で割って飲むか、炭酸水で割って、飲んで、うん。見るのが、あれですかね。うん、まあ、あれですか。スピリタスでつけてるっていうのが、まあ、一般的って書いてありましたから。そこから考えると、うん。まあ、あながち、うん、なんだかんだ言って、あれですね。まあ、イタリアで作られてる梅酒みたいな感じですか。日本でいう梅酒的な感じでしょうかね。まあ、海外では多分梅酒なんてのは作ってるところはあんまないとは思うんですけど、日本だけじゃないかな、梅酒ってな。うん。まあ、自家製酒みたいな。アルコール度数 96% ぐらいだからね、スピリタス。それに砂糖で、もうほぼ1対1ぐらいで多分割るんでしょうね。割って度数が90、まあ約 100% として50% ぐらいになって、それでさらに水で薄めてっていうことなんで、まあまあまあね、30度ぐらいになるんですかね。うん。そんな感じですかね。いやーでもとにかく甘い。ものすごく甘い。うん。でも果実を使っ、果実では使ってないのか。果皮か。果皮を使って、この度数っていうのは、なかなかないですね。多分。レモンの皮だけ使って、しかもこの色ですからね。もうどう見てもなんか、果皮だけ使ってこんな色になるかなと思うんですけど。どうなんですかね。まあ、スピリタスが度数高いから、それでだいぶ、エキスみたいなのが出るんですかね。ああ、結構甘いわ。やっぱり。割っても。結構甘い。うん。まあ。イタリアか。これイタリアでしょ？イタリアか。イタリアってレモンが有名なんですかね。イタリアっつうと、まあ、まあ、あそこら辺ってなんかね、ブドウ酒とか、ね、ワインとか有名でしょうけどね。まあ、やっぱりそこら辺の果実酒が有名なんですかね。まあでも、ワインとかに比べるともう度数が、半端なく違うんで。コク、甘み。もう常識じゃないほど甘い。これ間違いなくやばい。香りもまあ、まあ、間違いなく強いだろうな。これおすすめとかの問題なのか、これ。なんかで割って。うん、にしても甘すぎる。上に酸味が全くないので、レモンの、
ちょっと甘すぎねっていう感じはするんですよね。せめてレモンのさ、果実自体を使ってるんだったら酸味があって、まあ美味しいかもしれないんですけど、微妙なんだよな、これは。あんま美味しくない。割ってもまあ、ただの甘いジュースみたいになってますね。お酒というかジュースです。3552です。ご視聴ありがとうございました。